染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらデサントのスキーウェアでございます。鮮やかな黄色のウェアなんですけども、シミがあります。シミはですね、こちらです。ここですね、非常に目立つところに、胸のところに黒いシミがあって非常に気になるというふうなことでお預かりしました。こちらのシミとですね、全体のクリーニングと、そして撥水加工というふうなことでお預かりしております。素材がですね、本体がナイロン 100%、 フードはポリエステル 100%、裏地はポリエステル、中綿ポリエステル 100%、 洗濯液表示は手洗い中性となっております。それでは撥水のテストをしてみます。はい、それではお水をかけてみます。完璧に効いております。すごい撥水性です。お預かりの状態でこれぐらい撥水加工が効いているとなるとですね、ビフォーアフターがあまりわからないんじゃないかなというふうに思います。使用感も少なかったので撥水は効くだろうなと思っておりました。デサントですからね、やっぱりスキーウェアとしてはかなりの実績があるブランドでございますし、雨や、雨はないにしてもですね、その水分の多い雪で一日中滑ったりする時だってあると思いますし、春先なんかはね、本当に雨なんていうふうなことも可能性としてはゼロじゃないと思うんですが、これぐらいの撥水性が保たれていればですね、なんだ問題はないかなというふうに思います。ただ今回その丸洗いをさせていただいて、撥水性がこれよりも劣ってしまう可能性がありますので、当店でまた撥水加工させていただいて、アフターの状態どれぐらい撥水が効くのか、水が弾くのかというふうなことで見ていただこうと思います。シミ抜きをするのはこちらのシミです。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、デサントのスキーウェアのメンテナンスが終了いたしました。大きく目立つところにあったシミがですね、ここなんですけども、非常に綺麗になっております。大丈夫ですね。はい。それでは、撥水加工の状態も見ていただきたいと思います。はい、それでは撥水加工、どんな風になったのか見ていただきたいと思います。シミがあったのはこの辺です。シミ完全に綺麗になっております。はい、水をかけます。かなりお預かりの状態の撥水が効いていたんですが、もう比べ物にならないぐらい水弾きは良くなっております。はい、今お洋服にお水が溜まっている状態ですね。それをほんのちょっとこう動かしてあげることによって、生地から水がなくなったところ、水玉にもならずにきれいに弾いております。生地に水が全く残留しないような、まさに理想的な撥水の状態だと思います。デサントのスキーウェアです。ご利用ありがとうございます。詳しくは、シミ抜き武田クリーニングで検索してください。